皆様、こんにちは。溝上真一の教育論、動画チャンネルナンバー253。本日は、ペップサトシ先生にあのインタビューをいたしまして、えー、自閉症者のユニークな心の理解についてお話をいただきました。えー、私が副題をつけました。えー、他者からの善人が得られれば、自閉症者も経験開かれていくと、えー、非常に勉強になりましたね。 えー、ベップ先生こういうい方です岐阜大学の旧学部教授と、えー、自閉症、まあ、ASD、ね、自閉スペクトラム症、えー、自社、えー、そのご研究をずっとされておられます、えー、と私本当にあの尊敬する先生のもう数少ない一人でありましてあのこのベップ先生の2001年の、えー、自閉症幼児の他者理解あの私はあの自己理解自己の研究者ですのであの自閉症とかですね発達障害の方の他者とか自己ってどうなってるか っていうのはベップ先生を入り口にかなり勉強をいたしました。もうこの本は。 何十回っておりましたね。で、えー、自閉症の子供 ASD については、あのこの YouTube チャンネル、えー、藤野先生とこの、えー、米田先生とお話をいただいておりまして、えー、あの藤野先生のこの新、まあ、長の紹介ですね、えー、自閉症のある子供への、えー、言語コミュニケーションの指導と支援と、えー、それからあの、えー、米田先生にはあの、まあ、ちょっと総論としてね、えー、共感性についてあの、特に自閉っていう言葉を、まあ、非常に閉じ込 一、ね、人が大好きみたいなあのそういう AST の, A の、えー、子どもたち人にとってもですね共感性ってちゃんとあるんだぞとそういう話しっかりあの学術的にですねされましたあのそういうお話も、えー、よろしければあの概要欄 URL 貼っておきますのでご覧になった上で、えー、この今回のですね別府先生のお話聞いていただければと思いますそれではまずはお話ですね、えー、伺っていきましょう正式な診断名は自閉スペクトラム症なんですが 今日は自閉症ということで話をさせていただきますことをご容赦ください。まあ、自閉症といいますとえ、もう30年前になりますが、バロン・公園という研究者が、まあ、心の理論欠損仮説というものを提唱しました。まあ、自閉症の人は心の理論がないんだとえ。私は当初からこの欠損というのは少しなんか違うんじゃないかというふうに思ってました。 で欠損ではなくて、自閉症の方は心を理解するんだけれども、それがとてもユニークなために、まあ、定型発達とずれてしまっていると。で、まあ、それを教えてくれた一つのエピソードを紹介したいと思います。え、ずいぶん以前ですが、え、ようくんという男の子の担任の先生から相談を受けました。え、情緒支援学級というところで、まあ、知的にあまり遅れはない子なんですが、 人の気持ちがあまり分からずに友達とトラブルが多いと。で、彼の学級にお邪魔したんですねえ。そしたら彼は新しい人や知らない場所、とても不安になるので、まあ僕は顔を見せた瞬間にちょっと顔がこわばって、で、彼の逃げ場所は担任の先生の机の下なので、そこへ潜り込みました。ようくんが先生の机の下からスッと出てきて、私に近づいたんですね。 私にこう言ったんです、えー。失礼なこと言っていいですかとで。私は近づいてきてくれたこと自身が嬉しい。しかもすごい勢いでいいですかって言われたので、えー、思わずいいよと言った。だ彼はぼ、えー、私の口元をじっと見て、こう言ったんですね。あんた金馬ですねと言ってパーッと立ち去ったわけです。たぶん考えてみるに、 私、奥の歯に金の詰め物があるんですが、笑って喋っているときにそれを見つけた。で、それを教えてくれたんだろうというふうに思います。えっと、人の金歯を指摘することで、相手が気分を害するかどうかっていうのは個人差あると思います。えただ、気分を害する人に対してでも、彼の物言いは間違ってはいませんよね。要するに、失礼なこと言っていいかと言って、いいと言ったから言ったまで。彼としては、 ちゃんと前触れをして、彼なりの心の理解をして言ってるわけなので、理屈は間違ってない。けれど、言われた私が一瞬、えっと思ったのもまた事実。このズレがユニークな心の理解を探る手がかりじゃないかなと思っています。これは心の理論がないからこう言うんだというふうにも使えるかもしれません。しかし、陽君の立場に立ってみるならば、 彼なりにちゃんとそれを言う理屈があって、生活に根付いた、ちゃんとした彼なりの意味のある言語だと思うんですね。彼なりのこ心の理解に基づいた言葉である。しかし、言われた相手がなんとなく感情、情動的にえっと思ってしまう。このズレを生み出しているところがユニークな心の理解の一つなんだろうと。えっと、誤った信念課題というのは、 まあこういう人形劇や動画、あるいは紙芝居を見せて質問する課題です。まあ、左がよくサリー、ー右がアンというような登場人物で設定をされていて、サリーがボールで遊んでいて、カバンに自分のカバンに片付けて、外へ出ていく。その間にアンが、私もボールで遊びたいと、カバンからボールを出して遊んだ後、今度は右側の箱に片付けて、また外へ出ていく。 でそこへサリーが戻ってきてさっきのボールで遊ぼうと思いましたどちらを探しますかという課題でここにえっと神戸大学の木下隆先生が考えられた、まあ、理由付けどちらかを探すといったあとでなぜそちらを探すのかという理由づけも合わせて質問するという実験を行いました でちなみに政党は、このサリーはどちらを探すかというと、こちらのカバンですよね。で、しかしこの動画を見た人は、こちらの右側にボールがあることを知っている。私は知っているけれども、登場人物は知らないこと。要するに、今ボールはこちらにあるのに、こちらのカバンにあると誤って信じているということで、誤、まあ、った信念課題と言われます。 障害持たない人は、まあ年少さんぐらいは課題そのものに間違えます。しかし年中から年長にかけてどちらを探すかは正しく指させるけれど、なぜなのかと聞くとそれは答えられない。なぜかわからないけどなんとなく直感的にわかるということで、それを直感的心理かというふうに考えています。 で学校に入る直前になりますと、なぜかということも言える。こうだから相手はこう思ってるんだ。そういう、えー、理由も含めて命題として心の理解を捉えられるので、命題的心理かというふうに考えています。で障害を持たない人は多分このように心の理解がない状態からこう下へ向かって発達するんだろう。自閉症でない定型の方は 3つのレベルを進むと言いましたが、自閉症の方は、誤った信念課題に正当できない、心の理論がないレベルから、課題に正当すると全員が理由づけも言える、命題的心理化に移る、この間の直感的心理化がとても弱かったりするんじゃないかなと。障害を持たない人は直感的心理化を持って、しかし直感的心理化というのは、 もう少し一般的な言葉で言うと、空気を読むような力だと思ってます。なんとなくわかる。空気を読む力は、障害を持たない人大人になっても必要ですので、直感的心理化はなくなるわけではなくて、それはそれでブラッシュアップしながら、命題的心理化をもう一つの心の理解として持って、両方使い分けながら心を理解するんだろう。障害のない人は。しかし、自閉症の方は、 この命題的心理化だけで理解しようとする。そのユニークな理解の仕方が様々なズレを生み,起こす、えー、生み出すのではないかなと思っています。で、ユニークな心を理解しているということは、例えばヨー君の話にあったように、相手の心がわからず、えー、やっているのではなくて、彼なりにその場その場の言動には必ず理屈や意味があるということなんだろうと。 で、担任の先生とそういう話を繰り返してました。えそしたらその頃新しい、また分かりにくい行動を彼氏出してえ、それは人の横へスッと近づいて単語を言うんですね。石の上とか、猿るとか。で、それだけ言って立ち去る。正直私は全然分かりませんでした。でも担任の先生は非常にセンスのいい方で、石の上って言われたら、ちょっとタイミングはずれたんですが、 えー、二も三年というふうにつなげたんですね。ただ彼はにたっと笑ったと。先生何ですかって言ったら、えっと言葉を区切るところもちょっとユニークだけれど、これ言こわざの紙の句じゃないかなと思って下の句を言ったと。で、どうも彼なりに言わざを使って作った言葉遊びなんだ。先生は分かったので、これを積極的に一緒に遊びます。 言葉遊びだと見つけてくれて一番よく遊んでくれる先生は好きな人。まあ、心理学の用語で言えばアタッチメント対象にだんだんなっていったんだろうなと思うんです。で2ヶ月後先生からちょっと嬉しいことがありました。で、ある時に昼休みに私が教室にいて、で、陽君くんが廊下にいて、で、えー、私に言葉遊びをしようとダッシュをしてきた。 けれど、そのちょっと前に校長先生が深刻な話題で少し相談に来られていて、今彼と遊べない、どうしようと先生は思った。今までなら彼は校長先生がいようが誰がいようが、その間に分け入って、石の上って言葉遊びをするんですが、なぜかこの日は1メートルぐらい前で立ち止まって、そこに来なかったんですね。 で、校長先生も非常にいい方で、陽君のその様子を見て、なら話の続きはまた後でと言って立ち去ってもらえた。で、校長先生が立ち去ったのを見たら、彼はまたにたっと笑って、先生にダッシュをして、石の上といつも通り始めました。先生が言われたのは、え私は今校長先生と話があるから、ちょっと遊べませんとか、待っててねとか、 ある意味、明大的心理科で今の私の心を伝えたわけではない。伝えてないのに、私の様子を見て、あたかも空気を読むように、まあ、直感的心理科を使ったかのように私のことを察してくれた。それがとっても嬉しかったと言われたんですね。ただ、自閉症の人って直感的心理科苦手なんですよね。だから私の思い過ごしだと思いますけれども、で私は思い過ごしではないと思ってます。 障害を持たない人は直感的心理化、空気を読むようなことを獲得するとえ、大概誰に対してもどこでも使えます。しかし自閉症の人は好きな人だけに対して使う。だけにしか使えないのか使わないのかはわからないんですが、そういう事例によく出会います。だからこれは彼なりに好きな人に対して直感的心理化を使えるようになったんだろうと。ユニークな心の理解があると。 理解して、それを一緒に共有する、共感する取り組みは、彼の心の理解を進化させる、そういう支援につながる力もあるんじゃないかなと思ってるんです。もう一つだけ。えっと、ユニークな直感的心理化があると言ったんですが、それは自閉症児者同士のところでは、もっとユニークな形でたくさん見られると思っています。えー、私以前、 まあ自閉症のピアサポートのグループに関わっていました。で、ある人が二十歳で成人になった。まあ今は18歳ですけれども。で、お祝いをしようと。新しいメンバーもいたので、自己紹介。二十歳の彼、こう言いました。僕は大のタイガースファン。ですから今年は僕にとっての新たなスタートラインです。で、まあ実は私も大のタイガースファンなので、あ嬉しいと、話が合うと思ったんですね。ところが、 えまあこのピアサポートのグループ、お母さんがおられて、お母さんが私に近づいて、彼の話分かりましたか野球ですよねと言ったら、ちょっと困った顔されて、私を部屋の隅に連れて行かれたんですね。で、何ですかって言ったら、彼は野球の話したかったんじゃない。そしたら何ですか彼が言いたかったのはギャグだと言われたんですね。で、全く分からずに、どういう意味ですか お母さんの説明は、まあ、続めているとこんな感じです。僕はタイガースファー。タイガーって虎でしょ。だから最初のところは僕は虎ですと言いたかったんだ。と続けると、僕は虎です。ですから今年は僕にとっての新たなスタートラインです。で、ここで分かった方は本当に悲し鋭いなと思うんですが、まあ、私は全く分からなかったので、あと10回ぐらい説明を聞いて、 その瞬間、ああ、と。わかった。で、私なりの理解で言うと、タイガーを虎と捉えると、この虎とスタ、トラインの虎と、この虎つながりがどうもギャグなんですね。で、けれど、まあギャグっていうのは言葉でちゃんと説明してもらうと全く面白くない。で、私はなんでこれが印象に残ってるかというと、まあユニークなギャグでもあるんですが、 彼が自己紹介をしたとき、10人ぐらい自閉症の方がいたんですが、2人の人が確かに笑った気がしたんです。それで終わった後、その2人に近づいて、何の説明もなく彼の自己紹介って面白かったと聞いてみました。そしたら2人は、私が何の説明もしないのに質問した瞬間即座に、それはトラトラトラでしょうと。まあ、トラつながりをもう分かってる。 いうことを言ってくれたんですね。で、これは本当にびっくりしました。えっと、ギャグというのは、ある意味、お互いに空気を読むような形で、直感的心理化で分かり合うことで初めて成立するものだろうと、私は思っています。そうしますと、少なくともこの場面で、自己紹介した彼と、笑った二人と、私に説明をしたお母さん、この四人は、 瞬時に彼の言いたいことをちゃんと空気を読んで共有をしていた。えー、直感的心理化を使って分かり合っていたんだろう。で、この場で一番空気を読めていなかったのは、多分私なんだな、ということを教えられたんですね。で、思い返すと自閉症の方が、私のわか、うん、何が面白いのか分からないところでニタニタしていたり、その場ではあんまり笑わないんですが、複数の人は帰って、 あそこは楽しかったと言っていたり、で何が面白かったのかな、わかりにくいなと思っていたことがあるんですが、実は自閉症の方、そして好きなものが共通する方の間では、この瞬時に空気を読み合う、そういう直感的心理化を使うようなやり取りをしてたんじゃないのかな。えっと、私、今まで自閉症の方の心の理解、ユニークだけれどあるとは言いつつも、 やはり障害を持たない人と分かり合いにくいところが多いので、相手の心を分かるように教えること、そちらにすごくウェイトはかかってしまっていなかったかなと思わされます。教えることはとっても大事です。分かり合えるツールを広げるわけですから大事です。しかしその前提もあるんじゃないかな。なぜ相手の心を分かりたいと自閉症の方が思うのかといったら、その一つは自閉症の方が相手に 自分を分かってもらえる体験。これがあることが非常に重要なのではないのか。障害を持たない人も分かってもらえる人と出会うと相手のことをどんどん知りたくなります。自閉症の方はさっきのよう君ではないですが、分かってもらいにくい体験をいっぱいするので、分かってもらえたという体験があると、その人の心も含めてどんどん知りたくなる。 多分、陽君が担任の先生の空気を読めるようになったのは、この黄色の部分をいっぱい感じたからこそ、先生を自然に観察するようになった。その中で培われた力なのかもしれないと思っています。加えて、先ほどの、えっと、ASD のピアサポートのグループの体験は、自閉症の方のある意味素の自分ですね。全く飾らない。 障害を持たない方の中にいると何言ってるんだと非難されたりしてしまう素の自分を出しても笑ってくれる、分かってくれる。この体験があったら余計に周りの人の心を知りたいという願い、要求が強まるんじゃないのか。で、この黄色の部分にすごく高い専門性が支援する側には求められている気がしているんです。で、その一つが心の理解の捉え方じゃないか。 えっと、この対談でも、あの前、米田先生が、まあ、自閉症の方、心の理解が弱いから、共感に障害があると言われるけれども、それは少し違うという話をされたと思います。で私も自閉症の方は共感の障害ではなくて、他者から共感されにくい点に、障害を形作る要因があるんじゃないかなと。 障害を持たない人も他者から共感されることでさまざまな能力を発達させるんですが先ほど言ったように誤解を非常に受けやすいことによって本来形成される力がうまく形成されないことがあるだとすると共感される体験をもう一度作り直すことがさまざまな力を形成する一つの契機になることも確かなんじゃないかその一つがユニークな心の理解があるんだ いうことに対する共感なのかなと私は思っています